こんにちは、こんにちは、こんにちは。孤独、チャーリー孤独です。チャーリー孤独です。いやー、おっさん、初めての輪行。輪行ってわかりますか？チャリンコをね、袋に入れて輪行バッグっていうのに入れて、公共交通機関ですね、電車とかね、高速バスとかにチャリンコを積んでいくっていうのを輪行っていうんですよ。まあ、私ね、初めて、人生初の輪行って、今日こちら奥州市水沢なんですけど、ここまで来ました。で、帰りも輪行ですよ。で、今仕事終わってきたんで、せっかくだからね、これから六原っていう駅、ここからだいたい11キロぐらい離れたところまで行って、で、チャリンコばらして輪行袋に入れて電車乗って、今度は自宅からまだ11キロぐらい離れた岩手飯岡駅っていうところで降りて、で、自宅の方まで行くという、まあ、楽しみながらね、家に帰りたいなと思います。いやー、俺3年前にね、これやってがいいなーって本当後悔してましたよ。ただ3年前岩より10キロ太ってたから、やろうという考えすら思いつかなかったんですね。まあ、こう痩せたおかげですよ。で、これからもっともっとね、スレムになっていくんだと思いますけどね。ということで、これからね、自宅に向けてチャリンコの旅をしていきたいなと思います。それでは北上川の橋ですね、これ橋からスタートでございます。六原駅までね、11キロぐらい、まあ、11キロったらね、全然余裕なんだけどね。で、こうチャリンコってそんなきつくないんだけど、ずっと足漕ぎっぱなしでしょ。すっごいね、脂肪燃焼するらしいですよ。本当、俺遠乗りまだ2回しかしてないのに、会う人にだいたいね、あれまだ痩せたんじゃないって言われてますもん。体重はね、逆に1キロ増えてるのに、なんか引き締まってんだろうね。まず顔から現れてんじゃないかなと思ってますよ。ここに学校ありますね、学校ね。中学校かな、小学校かな、中学校みたいな感じだな。ここは東水沢中学校、東水沢中学校。あれ、ところでさ、大谷翔平さんってこの学校なんじゃないかな。ここ通ったんじゃないの。小学校は姉帯小学校って前言ったんだけど、中学校ここじゃないですか、もしかして。そんな感じがしますね。櫓っていうかな、東屋の高いやつ、あそこ田んぼアートのとこね、頑張れ大谷翔平とかでね、まだ出れんだと思いますよ。すっごい向かい風。そして4号線からね、右折してきましたよ。六原の駅、まもなく六原の駅ね。だいたい11キロ、2キロぐらいかな。まあこのぐらいだと楽勝ですね。まあ結構汗はかくよね。汗かくのと、まあ結構な時間はこぎっぱ、いやー、電車来たいよ。いやいやいや。ああ、ということはね、これバラして乗らなきゃいけないから、あと1時間後だね。ちょうど電車来やがって、今。まあいいか、ゆっくりしていきましょう。六原の駅でね。
座って帰りましょう帰りましょう。いや本当はね、なんかやっぱり疲れたんで、ここは岩手飯岡駅なんですけどね、仙北町駅で降りようかなと思ったらね、ここの手前の矢幅駅でね、高校生とかダダダって乗ってきてね、すごい激混みだったんですよ。あ、このまま仙北町までこの激混みで嫌だなと思ったんで、ここで降りたんですよ。そしたらね、ハプニングハプニング、いやー、なんかね、この今のこれからの日本の行く末をさ見たような感じもするんですけどもね、おそらく人手不足ですよ。人手不足だから岩手飯岡駅のね、人がいないの、シャッターが閉まってたの。いや俺どうすればいいのって思ってさ、無人駅から乗って、無人駅の乗車証明書だけはね、駅でこう発行はしたのはいいんだけど、運賃払ってないでしょ、車内でも払ってないでしょ、その降りた駅で払う気しちゃったからさ、いやー、どうすればいいのって分かんなかったんで、して、なんて言うんだろうね、相談の窓口にネットで調べて、電話しようと思ってもさ、今ホームページとかに書いてないんだね、電話番号。いやー、いろいろ調べてあげく、JR 東日本の総合案内みたいなところに電話して、私、六原駅の無人駅から乗って、今、岩手飯岡駅で、誰もいないんですよ。なんか機械で、閉じ込められるのかなと思ったんですけども、そのまま素通りできちゃってって。いやいやいや、どうすればいいですかって聞いても、その人もね、珍しいんだろうね。こんな輪行するやつなんか珍しいからさ。いろいろ聞きましたよ。そしたら、その乗車証明書と、なんていうの、お金、運賃を箱に入れてくれればいいですし、で今度はね、僕ね、運賃860円っていうのを知ってたんですけど、怖いのはないのよ。いや、お釣りないですけど、どうすればいいですかって、またいろいろあって、もう、なんか、やり取りいっぱいしてね、聞いてたんですよ、その人がね。そして、じゃあ僕の方からね、券売機あるようなんで、六原駅までの運賃買って、それを箱に入れればいいですかって言ったらね、また向こうで誰かに聞いてんだろうね。いや、それだと岩手飯岡駅から乗ったことになるんでって、いや、同じだろうと思うんだけど、そうこうしてるうちにね、後日でいいですって言われたのさ。あとで、一応人がいる駅なんで、後でその乗車証明書と運賃を持ってきてくれればいいですよって言われたの。それが箱に入れてくれればいいですよって言われたんだけど、って、あとでったって俺、ここら辺に住んでないしなと思いながらね、それもめんどくさいなと思って、結局どうしたかっていうとね、自動販売機でジュース買って、860円を作って、それを入れました。一応ね、こいつ、ずる賢いなんか、してるしたんじゃないかって思われるのも嫌だから、証拠の動画撮っておきましたからね、嫌のよ、俺、そういう。小賢しいことしてさ、たかだか860円のあれで、後でなんかね、いろいろとこう悪いことすると、やっぱり神様はちゃんと見てますよ。神様見てるっていうか、神様のね、心情に合った通り生きていかないと、いいことないって分かってるからさ、ということですよ。本当に、疲れたんだよ、疲れては甘いもの食いてんですっげえ食いて、ジュースじゃなかった、自動販売機じゃなかった。セブンイレブンを買って、アイス買って、アイス食べて帰ります。ということでね、おっさん、初めてのおっさん、車中泊じゃないな、初めてのおっさん、輪行するっていう動画でした。はい、またね、次回もよろしく。どうもねー。